ミュージックホリックをご覧の皆さん、こんばんは、ゆいです、1月17日リリースになってます新曲ローリングスターは、サウンドがすごくロックな感じになっています。ライブで、エレキをかき鳴らすようなイメージで作った曲です。でも内容の方も、すごく前向きに、背中を押せるような感じの曲になってるんじゃないかなと思っていますので、これから寒いですか、この曲を聴いて前向きになってもらえたらいいなと思ってます。ローリングスターのカップリングのウィンターホットミュージックは、誰もが朝、こう布団から出られないような感じの、そういう朝の時間を描いた曲になっています。歌っている時とかは、あ、音楽っていいなぁなんて思いながら、ゆったり歌っていますので、なんだか聴いて和んでもらえたらと思います。そして、3曲目のアイリメンバーユーは、シングルのアイリメンバーユーのアコースティックバージョンということで収録させてもらいました。こちらの方もアコースティックのサウンドがとても心地よい感じになっています。いつも、アコースティックっていうのは、私がストリートをやっていた時の、名残っていうのもあって、すごく思い出があっていつも入れさせてもらってます。ぜひそちらの方も聴いてもらえたらと思います。2006年は、ファーストアルバム、そして全国ツアー、そして映画太陽の歌の、公開、そして社会ツアー、そして、夏フェスにも出させていただいたり、それから、学園祭ツアーも回らさせてもらったりということで、たくさんのまた新たな経験、そして思い出がたくさんできた年になりました。とても本当に良い経験ばかりさせてもらって、幸せだなと実感して、今過ごしているところです。今年2007年も、そういう出会いを大切にしたり、何事にも精一杯、頑張っていけたらいいなと思っています。そして、ライブなど回ってみて思ったのは、やはり、たくさんの人が笑顔になってもらえたりするのはとても幸せなことだと思っていますので、そういう風なライブができたり曲作りをしていけたらというふうに思っています。それでは7月17日にリリースの新曲ローリングスターを聴いてください。ゆいでした。